さあ、オリックスですけれども、今回の内容は助っ人たちの去就ということで、現状ですね、残留が確定、濃厚だと呼ばれているのはセデーニョのみということでございまして、ニックスであったりとかね、3人が退団をするんじゃなかろうかというふうに見込まれております。そんな中で、残留も、そして退団も未だ未定と呼ばれている2人もいますということで、改めてですね、今年、一緒に戦った6人の助っ人外国人の去就について、そして未定と呼ばれている選手の今後についてもですね、独断と偏見で個人的な見解もちょっとしっかりとお話をしていけたらなというふうに思っております。では、まずですね、退団濃厚と呼ばれている3人なんですけれども、その3人、帰国組でございまして、コットン、ニックス、シュウィンデル、それぞれ3人ということですけれども、コットンはですね、帰国はしていないですね。シーズンもずっと、2軍とかで、いたわけですけれども、1軍のね、登板は7試合にとどまってしまったということで、年俸9000万考えると、ほぼ1億ですから、なかなかに厳しかったのかなということです。しかも最後の登板がですね、7月の12日ということなので、交流戦明けてですね、後半戦いよいよこれから始まろうじゃなかろうかと、オールスター前に、を最後にね、登板をしていないということですから、なかなかにやっぱ厳しかったのかなということです。そしてニックスですね。ニックスに関してはもう7月の21日には帰国をしてしまったということで、バウアーのですね、事件があって、DV の件もなんかニックスが名前に上がってましたけれども、いろんな、要因があってですね、中嶋監督は非常にべた褒めだったんですけども、2試合の登板にとどまってしまい、セカンドオピニオンという理由でね、帰国をしてしまいました。そして、その4日後にはシュウィンデルが帰国をしてしまったということで、ニックスと全く同じですね。セカンドオピニオンという理由で、帰国をしてしまいました。7月の25日ということですけれども、出場はわずか20試合ということですから、4番候補として期待をしていた、中ではね、なかなかに厳しかったということで、怪我勝ちということもあってですね、当初は破格の安さだなというふうに言われておりましたけれども、で、シュウィンデルに関しても、年俸は9000万円ということで、コットンと同じくですね、4番候補として期待していたのに、ここは厳しかったのかなということです。で、他にはですね、残り3人は日本シリーズには出場している組ということで、分けさせていただきました。ゴセデーニョ、ワゲスパックとそれぞれ並んでおりますが、セデーニョはですね、残留確定したということで、改めて、後で言いますけど、まず、今シーズンはものすごくやっぱり特に日本シリーズですね、7試合全部出場してまして、そのうち6試合はね、スタメンということでした。1試合だけね、途中で出てましたけども、年齢が34歳、年俸1億8000万円、高いなと思いながらも、正直日本シリーズの活躍を見ると、もうぜひ現状維持もしくは2億とかで契約してほしいなというふうに思ってますが、やっぱ外国人特有のなんかペースっていうのがあるんですかね。ここぞっていう短期決戦、絶対に落とせないっていうところで、ぐわっと集中力を上げる、ギアを入れる、本気を入れるってことで、手を抜いてるわけではないんですけど、長期決戦143試合、もっと言うと2023年は154試合してますから、どこかでやっぱ手を抜かないと、頑張りたい時に頑張れないっていう考えなのか、年間通じるとそんな大した数字ではないんですけど、日本シリーズの成績見ると、打率3割4厘、ホームラン1発、OPS 8.38、4打点ということで、5番だったり6番だったり務めてましたけれども、主にセカンド、ファーストで、めちゃくちゃもう MVP 級の活躍だったわけですよね。日本一になってたら MVP、マーウィン・ゴンザレスと呼ばれてても全然おかしくない。それぐらい、やっぱ攻守で、やっぱ34歳ベテランですからね、支柱になってたなということで、やっぱ精神的に自分がピッチャーでもね、後ろパッて振り返った時に、マーゴがいて、ジェントルなスマイルをされたら、それはめちゃくちゃ落ち着くだろうなということで、やっぱりね、日本シリーズの途中にも言ってましたけども、ベテランはベンチにいるだけじゃなくて、やっぱり主力として試合に出てほしいなということで、9人中1人ぐらいそういうベテランがいた方が、やっぱりですね、ベンチから声かけるよりも、実際にグローブ持ってスタンドに立ってる方が、それはやっぱ若手たちはですね、全然頼もしさが違うんじゃないかということで、足立選手だったりとか T さんに求めていたこのベテランの支えっていうところをね、孫が担ってくれたっていうのは、改めてちょっと素晴らしいんだなっていうのは、この動画を作る上で感じた部分でございました。そしてセデーニョですね。セデーニョは4試合に出場ということで、スタメンだったりとか代打で出たりとかしてましたけども、年齢が25歳ということで、非常に伸びしろがまだまだあるということで、全盛期迎えるのにあと3、4年ありますから、ここでオリックスとしてもなんとかですね、日本の野球に対応できるように成長を促したいというふうな意図があって、残留が濃厚だというふうに言われてます。おそらく残留でしょうね、このタイミングで。そういうことが出るとするならば。
まあ、今シーズン抹消は2回ということですけど、まあ、7月にね、支配下になってからは、まあ、不振があったりとか、もろもろ含めてだったので、まあ、そんなに気にすることはないのかなというふうに思います。まあね、日本シリーズでも、まあ、いろんな人が怪我をしている中で、火力枠という形でね、長打ということで、形で4番で使われたりしてましたけども、まあ、長打こそなかったですし、率もそんなに高くはなかったんですけどね、来年以降、ファーストの守備とか、DH 専門でも長打がどう打てるのかとか、そのあたりはね、ちょっとこう期待ができる部分かなと思います。そして、もう一人ね、ワゲスパックも日本シリーズ出場しましたけれども、1試合登板になりました。年俸1億3000万円ということで、ちょっと1億3000万にしてはっていうような成績に、今年に関してはね、なってしまいましたけど、去年があまりにも凄すぎたということで、去年の年俸はですね、1億全然切ってますので、そのあたり考えると、まあ日本シリーズで全ての、セーブを去年は達成したということだったので、まあ7000万からほぼ倍の1億3000万になったわけですけど、今シーズンはもう便利屋として、日本シリーズでも1試合使われていました。ただね、1試合で、まあ、もっと言うと 0.1 回ということで、ワンアウトしか取れずにということで、1失点、2つの暴投、フォアボール、申告敬遠含めると3つのフォアボールということで、ございました。評価としても、まあ、便利屋としての、評価をされているんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、以上がですね、対談のこの帰国組と、そして、日本シリーズを出場した3人の助っ人についての、まあ、お話ということだったんですけれども、改めて、まあ、抹消ね、3回ありましたよ。不振だったりとか、コンディション不良とか、いろいろ怪我とかありました。年齢的なものもあったんですが、ここ一番で、ギアを上げられるマーゴっていうのは本当に本当に素晴らしいんだろうなということで、日本シリーズの1戦目から7戦目までのマーゴの素晴らしい活躍っていうのをちょっとピックアップしてみました。ご覧の通りということで、これを見るとマーゴの素晴らしさ、そして残留の声っていうのがより続出するんじゃないかなというふうには思うんですが、まず1戦目ですね。ケイタがファーストでエラーをしてから、マーゴが、まあ、紅林が二遊間でゲッツを取ったんですけど、素晴らしいカバーと送球で難なく無失点に切り抜けました。ここから、日本シリーズの活躍が始まるということなんですけど、2戦目に関しては代打で出てきて確信のレフトツーベースということで、決定づける2点追加ということでね、まあ、一塁三塁だったんですけども、確信のね、もう自分を行ったと思ってちょっとこう手を抜いたというか、もうあんまり走ってなかったんですけども、フェンチョクもうちょっとでスタンドインというところだったんですがね、レフトにツーベース、ここでもう8点目を、取ったということだったので、オリックスの勝利も決定づけたという、試合でございました。そして、3戦目ですね。3戦目も本当にすごかったなということで、まあ、個人的には2番目にすごかったなと思っているんですが、まずね、坂本選手のライト前を防ぐということで、一塁三塁だったんですね、ワンアウト。そんな中で、まあ、前進守備をしている中で坂本選手がライト前に、抜けてもおかしくない、まあ、そんな、打球を打ったんですが、そこのね、セカンドのマーゴが、ダイビングをしてですね、しかも一塁アウトじゃなくて二塁にアウトするっていうね、しかも2アウト一塁にして、まあ、1点こそ失われたんですが、本来であればそもそもね、飛びついて取る時点でえげつないですから、ワンアウト一塁二塁で、1対0っていう場面になりかねないところをね、2アウト一塁にしちゃったのは本当素晴らしかったなということで、ここのまず守備が一つえぐかったのと、もう一つがですね、まあ、粘ってフォアボールということで、特にね、日本シリーズ、ちょっとやっぱ審判のゾーンがコロ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 変わるっていうところで、バッターの方も、まあ阪神含めてね、ちょっとフラストレーションが、溜まっていたのかなというふうに思ったんですが、まあそんな中でもね、しっかりと、フォアボールをもぎ取ってということで出塁もしてました、まあ、なので3戦目に関しては本当に打つ方を守る方で躍動してたなという感じです。そして4戦目ですね。4戦目に関しては2出塁でチャンス演出ということで、ヒットと、そして同じくゾーンがコロコロ変わる審判からフォアボールをもぎ取ってチームに貢献をしておりました。残念ながらね、オリックスは敗れてしまいましたけれども、そして5戦目ですね。5戦目に関しては2安打1ホーマー3出塁ということで、まあ、普通にヒット打ったりとか、あとはね、確信の引き肉弾ということで、右マーゴで甲子園で確信のホームラン素晴らしかったですね。一時2-0になってちょっともオリックスという状態だったんですけど、あとはね、ピッチャーゴロ大山選手がエラーというところで、そのエラーをこう、誘い出すような、まあ、打球も打ったわけですよね。そして、6戦目ですね。残念ながらここも、オリックス、ここはもう吉野部が素晴らしく活躍をしたんですが、その裏ではね、若月選手が同点にヒットを打って、ケイタが犠牲フライで逆転をしたんですけど、そもそもそのイニングの始まりは、まあ、このヒットからということなので、あの逆転劇、吉野部が素晴らしい投球をしたきっかけは、
根っこの部分はマーゴなんだということで、改めてマーゴの、素晴らしさがこの6戦目でも際立ったということですね。そして、最終戦ですね、昨日でしたけども、木浪選手のヒット性のあたりをマーゴがしっかりとファインプレーでアウトにするということで、その後も、後続を打ち取ってということで先制点をしっかりと防いだということがありましたので、とにかくセカンドの守備、そして打つ方では四球、フォアボール、そしてホームランと本当に躍動していたということで、改めてこの活躍振り返りましたけども、まあこの必要性分かったんじゃないかなというふうに思うんですが、そんなマーゴとそしてワゲスパック2人の去就は未定というふうになっております。まあ助っ人外国人ですから、選手が直接、交渉するんではなくて代理人を一回挟むと思うんでね、ちょっとマーゴの代理人が誰なのか分からないんですけど、かなり強気に出られてですね、2億5000万、3億とかを、お願いされたらちょっと厳しいのかなと、ロメロパターンで対談するんじゃないかなっていう声もありますけども、去就が未定の場合ほぼほぼ間違いなく対談をしてるんですね。これまで特に、優勝してからこの3連覇の中での2年間ですね、21年22年見ていくと、去就が未定となった選手5名いるんですが、全て対談になってます。去就が未定で残留している選手は1人もいないので、もしかしたら2人とも対談するっていう可能性もあります。まあ、そんな中でね、今朝言いましたけども、ペルドモとオスナを、独調査というふうになってますから、ワゲスパックがいなくなる可能性というのは12分にあるんじゃないかなということで、なんとかですね、マーゴとの、交渉っていうのはやって頑張ってほしいなというふうに思いますし、日本シリーズね、ちょっと知らなかったですけど、負けてね、マーゴがこう涙を流したっていう、ちょっとそれはもうたまらん胸熱、すぎるので、ちょっと頑張ってほしいなというふうに思うんですが、残留するときはもうセディーニョのように残留濃厚ってこのタイミングで出るんですよね。で、他はビドルがまあ流動的だったりとかですけど、あとはもうジョーンズとかバレラに関してはもう対談見込みっていうまま帰国をしましたので、未定の場合はね、ほぼほぼ間違いなく対談するというふうには、傾向としては出てますので、このあたりいかがなんでしょうか。ということで、今回の内容はですね、去就が未定のマーゴ、ワゲスパック、そして、対談のこの3人、残留のこのセデーニョと、こういうテーマでお話をさせていただきました。改めて今シーズンの6名の助っ人外国人について何か思うことございますでしょうか。ぜひコメント欄を通じて教えてもらえたらなというふうに思います。ということで、今回のお話以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録やグッドボタン、そしてツイッターのフォローなどでこのチャンネルを応援してもらえると本当に嬉しいので、よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。